ホモやん。来たか。ホモ渋いっすよね。あれはケンシロウだ。アーミバを倒したという例の男だ。門を固めろ。牧長に報告だ。ああ、これか。このカサンドラに出向いてくるとは無謀なやつだ。カサンドラね。そうか、ついカサンドラだったか。時はこの鬼の鳴く町と呼ばれるカサンドラに幽閉されているらしいわ。ああ、聞こえない？鬼の鳴くような音が。不気味やな。ここに時が。一度収容されたが最後、二度と生きて出ることのできない死風の監獄と、かつて鬼と恐れられ悪魔とそしられた凶悪犯たちが泣いて出獄を請うた町。ああ、それがこのカサンドラか。行こう、時が呼んでいる。まるで人の気配がしないけど、本当にここに多くの人が捕らえられているのかしら。マミ、目の前をよく見てみろ。え？笑いそうになってんけど。我はカサンドラの英士ライガ。いや、くるろ。同じく。こいつも。俺たちがいなきゃ死んでたな。ライガフーガか。これちょっと体力的気づいかもな。何人たりともここを。メミはサツオみたいな色になってるやん。ここは俺に任せる。てっかでかいしもんで。我らが使うは、ニシン風雷拳。まあ、風神雷神みたいなイメージやろな。同じ感性を持つ者のみが習得可能の剣。気持ち悪い。道を開けぬと死ぬぞ。このカサンドラに住む者にその言葉は脅しにならぬ。そやな。すでにあらゆる人間が死に支配されている。この門を開けようとする者には死あるのみ。迷うやつやな、漫画とかで。オッケー、これはきついやろ。この間に入ったものは体ごと両断されるのだ。なんかコツあんねやろな、これ。マジ、あーミス。あー、さすがに無理やったか、残り体力的に。もはやこれまで。正面いってこい。オッケー、なんかまあまあ強かったな。うん。我らの間に入ったものは体ごと両断されるのだ。よっしゃ、おこっぽいや。うわ、やべ。あ、なんか強い強い強い。これ何これ。全員相打ち。あれ、あれ、あ、今入っとったのに。あ、遅かった。あ、これでいいんや。終わりだ。な、何故、なぜ殺さぬ。殺意より悲しい。お前たちの目は悲しみに満ちている。せやな、なんか別にな、ただの門番の感じするしな。たったこれだけの戦いで俺たちを見切るとは。せっかせっかやな。開けてくれるんや。せやせやせや。怪力すぎるやろ。なんだ
無理やろ、多分こいつらでは。ダメだ、すごい力だ。体格差がありすぎるやろ。もうダメだ、逃げろ。すごっ。モンゴツ、あんたにかけてみよう。あんたはカサンドラ伝説を破るかもしれない。任しとけ。そして俺たちを含めここに生きる全ての者に再び光と生を。この門は開けておけ。もはや二度と閉ざされることはない。強気やな。フーガライガーも一緒に行くんや。あ、出た。ウイグル極長へ。よくぞこの地に足を踏み入れた。ケンジロウ。貴様が極長か。さよ。強そう。その無謀なる勇気だけは褒めてやる。俺に無謀という言葉はない。それはお前が恐怖というものを味わったことがないからだ。その恐怖の見本を見せてやろう。最悪や。ミツ、兄貴。いや全然体格ちゃいすぎるやろ。そしてフーガよ、貴様たちを英知にせんがための人質も、もう用はなくなった。よってこいつを。わし自らが処刑してやる。許せミツ、カサンドラの地位。いや再び光と生を与えるために死んでくれ。助けようや。待ち望んだ救世主が現れたのだ。わかった、みんなを救ってくれ。この中で良すぎるやろ。気が変わったわ。ライがフーガの名前なのになんでミツやねん。あいつだけ男を殺しても面白くはない。貴様らがケンシロウにかけた一縷の希望、それが絶望に変わってゆく様を楽しむとしよう。趣味悪いな。話はそれだけか。やんねや、極長といきなり。さっさとかかってこい。いけるかな。そうせかすな。貴様が安心して死ねるよう墓まで用意してやったのだからな。その墓は大きめに。極長の喋り方よ。え？いや、なぜだ？その墓に入るのは。また煽っちゃって。お前だ。やめとけや。ヒラズたちを叩き合って。